どうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、グローブのこの紐、紐があると思うんですけど、まあ、紐を変えたりとか、こう長さを変えた時に紐を結ぶと思います。その時にこう紐の結び方っていうのをですね、もう一度確認してもらいたくて今日は動画を撮っていこうと思います。グローブの紐には、2種類ありまして、この2本掛けになっているこういう部分と、あと3本掛けになっているこういう部分があります。こう親指のところはですね、結構最近のグローブはこう3本出てる場所があると思います。今日はその2つのやり方をやっていこうと思います。それではですね、これから、こちらの IP セレクトのグローブ、この親指の部分が3本掛けになっていまして、ここの部分と、まあ、あとここですね、この2本掛けの部分、この2つを、縛り方やっていこうと思います。では行きましょう。はい、それではやっていきます。まずはこの2本掛けの部分からですね。で、紐にはこの裏と表がありまして、こちらが表と呼びます。こちらを裏と呼んでやっていきます。で、まずこの、表を2つこう上に上げてもらってクロスをします。で、クロスをしたら、この下を通していただいて紐を引っ張ります。こういう感じですね。こういう感じで紐を引っ張ると、裏が2個出ます。この裏を2つ作ったら、今度はそしたらですね、この、右側の紐、こちらをこう回していただくと今度表になりますんで、そしたらこちらも、表をやって下を通す、この上ですね、上を通して引っ張ります。はい、すると紐がこんな感じで縛れます。で、あとはこういう、例えばこういうところを少し微調整していただいて、こう全てがこう上から見た時に表を目標になると、綺麗に縛れます。はい、次はですね、この、3本掛けの方をやっていきます。まず、縛るのはここの2本です。で、そうすると、この1本どうするんだってなるんですけど、この1本はこの下を、中を通します。この中ですね。ですが、このままやっても、通らないので、グラブの紐を買った時についてくる、この針金を使います。この針金を、この、先っぽが繋がってる方をですね、この下から通していただいて、通していただくと、ここから出てきます。そしたら、この一番右の紐を、この隙間に入れてください。はい、この隙間に入れます。で、少しだけ通せば大丈夫です。少しだけですね。はい、こんな感じで大丈夫です。そしたら、この、先ほど通したこの針金を引いてください。はい、引っ張りますと、ここから通って出てきますので、こんな感じで下を通します。そしたらこの2本はですね、先ほどと全く同じやり方でやってください。で、上、こちらですね、上を組んでいただいて、またこの上から通して引っ張ります。引っ張って、この時に裏返しにしたら、この裏と裏を表と表にして、ここをクロスして引っ張ります。はい、はい、こんな感じです。そうすると、こう全てが表を向いた状態でできますね。はい、そうするとこんな感じになります。ここを引っ張ると親指の利きを少し調整できるので、はい、こんな感じになりました。こちらもこんな感じですね。はい、そんな感じで今日は、この紐の結び方、結構基本なんですけど、まあ忘れがちな、結構適当にこう縛ってしまう時もあるので、その場合はしっかりとこんな感じで、全て表を向くように結んでみてください。はい、そんな感じで今日はですね、紐の結び方を紹介しました。皆さんもやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？自分の走る大チャンネルをチャンネル登録して、毎日動画をチェックしてみてください。自分は毎日6時半にアップできるように努力しております。そんなわけで、これからもよろしくお願いします。さすら感情をぶっ込んで、誰も彼もが好き勝手言って、何がいいのかわからんな。チャンネル登録お願いします。